考えがコロコロ変わるの対処法。今日はウラシオンちゃんのもとに質問が来ているぞ。お悩みさん、33歳女性。私の悩みは毎日考えがコロコロと変わってしまうことです。考えが浅いのかと思いましたが、毎回本気で考えています。このままでは自分の方向性が定まらなかったり、周囲からの信頼を失ってしまうような気がします。何か病気なのでしょうか。考えがコロコロ変わるというのは普通だ。考えはコロコロ変わってもいいけど、行動がコロコロ変わらなければいいんじゃねえの、というのがウラシオン流インプットとアウトプットの世界だな。インプットというのは脳内の世界、アウトプットというのは実際行動したりアクションを起こしていく世界なので、例えば朝散歩やりたい、次の日寒いからやりたくない、でもやっぱり次の日やりたい、次の日やりたくないみたいな、コロコロ変わったりするっていうのはね。あるいは朝散歩始めたい、でも次の日めんどくさい、どうしよう、やっぱり始めようかなみたいな、こういうふうに日によって考えが変わるって、これ誰でもあるんじゃないのそれって。なので重要なのはさっさと始めて続けれって話なんだよ。だから朝散歩始めようか始めないかっていうことで迷ってたとしたら、迷ってるだけ人生の無駄なので、脳内世界で生きてるってことなので、迷ってるっていうのは現実が全く変わらないってこと。インプット世界の住人、悩んでるって頭の中で悩んでるわけでしょ。なんだ行動が変わらない、行動が変わらないってことは人生が変わらないってこと、つまり時間の無駄ってこと。なので悩んでるっていうのは時間の無駄なので、何がしかの行動を起こした方がいい。失敗したらどうしよう、うまくいかなかったらどうしようっていうことじゃなく、実際行動を起こして失敗してみればいい。失敗してから修正していけばいいわけだから、失敗しないと修正のしようがないから、どうにもならない。それはお手上げである。むしろ何もしないってこと自体が情報が得られないので、修正したり何をしていいか分からない、手がかりもないわけだ。なのでむしろ悩んでるぐらいだったら失敗した方がいいので、朝散歩しようかしないか迷ってたら、とりあえず明日の朝起きたら行ってみればいい。行ってから考えればいいんだ。やっぱり辛いからやめようと思うのか、すがすがしかったからもう一日やってみようかなって思うのか、それはやってみない限り絶対分からないわけだから、多くの人は思った以上にすがすがしく気持ちがいい状態になったので、明日もやろうっていうふうにしてやるような形になっていく。3日ぐらい続けてみて、どうしても調子が悪いからできませんっていうなら、それはそれでやめればいいわけなので。なので考えがコロコロ変わるのはいいと思うんだけど、とりあえず決めたからには、例えば朝散歩しようと思ったら1週間だけやってみりゃいいんだよ。行動がコロコロ変わらなければ、優柔不断な人間とか考えがコロコロ変わる人間だと気づかれもしない。だって言わなきゃ分かんないんだから。あなたがコロコロ考えが変わってるってことは、あなたはそれをアウトプットしない限り誰も気づきようがないんだ。他の人はあなたの行動で見る、あなたの考えを見るのはテレパシーを持ってるウラシオンちゃんぐらいのもので、ほとんどの人は分からない。あなたが自分でコロコロ考えが変わるのは、質問を書かない限り分からない。何か誰かに言ったり行動に出すから変わるので、だから行動を一筋一本通しておけば、考えや心の揺らぎや迷いや、そういったものは別にあっても当然だし、ほとんどの人間はあるんじゃねえのと、ウラシオンちゃん先生は思うぞ。あと考えがコロコロ変わるっていうのは、よく言えば柔軟性があるってことなので、柔軟性を行動した時のフィードバックに発揮したいんだ。だから朝散歩してみてどうだったかって言った時に、こういう可能性もあるよね、こういう可能性もあるよね、朝散歩つらかった、何がつらかったの、時間が長かったから、じゃあ明日から短く、今日15分でやったけど明日は5分にしてみよう、朝散歩つらかった、起きるのはつらかった、起きるのがつらいってことは起きる時間遅くすれば楽なのか、じゃあ明日は30分遅くやってみよう、これをフィードバックというね。コロコロ変えていいんだよ、逆に言うと。そういう細かい部分に関してはね、何か考え方をコロコロ変えるっていうことが別に悪いことでもないし、一筋通った中で細かい部分をコロコロ変えていくのはいいと思うので、それをフィードバックの微調整というので、コロコロ微調整しながら物事を進めていけばいいんじゃねえのと、浦島ちゃん先生は思うぞ。考えをコロコロ変わるからって悩んでんじゃねえ、一本筋を通してさっさと行動しろ。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。